はい、ジングルベル、ジングルベル、言うてる場合かというね、フレーズが未だに使われてますけども、吉谷さん、サンタクロースいるのかいないのかっていう論争がね、この年になってもあるんですよ。サンタいつまで信じてましたっていうふうに聞かれたこともあります。これ最近の話です。久保さんはサンタクロースいつぐらいまで信じてましたみたいな感じですよね。私ね、未だに信じてるんですよ、サンタクロースがいること。そしてもっと言えば、自分がサンタになるそんな年齢になってきたなってことなんですよ。当然ですけども、子供たち全員にプレゼント配って回れるような、そんな大富豪っていうのは世の中にいません。それは分かってます。でも我が家、我が子だけにサンタクロースを演じることは、世の中のお父さんみんなできるんじゃないかなと思うんですよ。でも残念ながら、お金がないと彼女に素敵なクリスマスも提供できないし、プレゼントもくれません。つまりサンタになれないんですよ。だからサンタクロースなんていないっていう風な発想になるかもしれません。でも私はサンタクロースはいると思ってます。なぜなら自分がサンタをやってるからなんですよ。そうなんですよね。サンタクロースになるのに別に資格はいらないんですよ。やりたい人がやればいい。そしてプレゼントをお送りしたい人のためにプレゼントを送ればいいんじゃないかなと。それは素敵な時間を過ごすことであったり、美味しい料理とケーキを食べて過ごすことであったり、そっと枕元にプレゼントを置いてあげることだったり、様々だと思いますけどね。私はそういうふうに思うんですよ。サンタクロースね、自分がなればいいんじゃないかなと思います。そのためにしっかりとお金を稼ぐこと。でもお金がもし稼げないんだったら、このクリスマスに商品を販売して、自分がどんなものをね、世の中に提供したいのかということに迷ってる人にぜひね、プレゼントをしてあげればいいんじゃないかなと思うんですよ。プレゼントのヒントですよね。こういうことをしたらあなたは周りの人を幸せにできるよと。例えばあなたが稼げるようになることで、今年は無理かもしれないけども、来年は多くの人のサンタクロースにあなたができるんじゃないのと。もしかしたらまだね、ご健在なお父さんお母さんに逆サンタね、子供が親にサンタしてあげるみたいなね、いいんじゃないですか。男の子ってのは幼い頃、いつかお母さんを楽させてあげるからねっていうふうに言いながら大人になる道を選ぶと思うんですよ。でもどうですかね、この年になってお父さんにベンツのプレゼントをしてる、そんな人がどのぐらいいるでしょうか。お母さんにあの時ありがとうね、ごめんねというふうに素直に向き合って感謝のプレゼントできる、そんなね、ロスジェネ世代がどのぐらいいるでしょうかってことになります。もちろんなかなか難しいことだと思いますけども、せめて自分の身内家族にはサンタクロースになってあげてもいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということでね、あなたもサンタになれる、そんなコンテンツをこの度販売させてもらって、何名かの方に受け取っていただきました。キャッチコピーは今と同じです。今年はもしかしたらサンタクロースになれてないかもしれないけども、あなたが来年はサンタクロースになりましょう。そしてご家族、周りの方にいろんなプレゼントをできるように稼いでいきましょう。これから1年がかりで来年のプレゼントを、来年のクリスマスを目指すためのコンテンツでございますということでね、何名かの方にクローズドで販売させてもらいました。いや、感動してましたね。1時間ほどのね、私のトークの後で成立するんですけどもね、私のよくあるやり方ですけども、1時間感動する話をして、そして最後になぜあなたがサンタを信じられないのか、それはあなたがサンタになっていないからですと。いかがでしょうか。サンタクロースを待つ立場から、待ってる人にあなたがサンタクロースになってあげる、そんな時期が来たんじゃないかなということでございましたね。はい、じゃあ今日は以上です。